すごいな。いや、実は俺も今、仕事お願いしてるのが、ちょっと今は言えないんですけど、まあ、割と、これにっていうね、感じのもので、無理なオーダーをしたんですけど、心よく、やっていただけて、今、見るのが楽しみです。あれはどこに行ってるんですか？職人さんが今、なるほど。塗りのプロ。なるほど、なるほど。いい仕上げで出したかった。僕も塗ってるんですけど、僕はやっぱ精製の方、塗りで、いろいろ頼まれるんですけど、本気の塗りの時はやっぱり。なるほど。ありがとうございます。はい。その、向こうのサーフボードっていうのも、ぜひで。いいですか、オフィスに。あれ、なんか、アマちゃんの声が聞こえるよ。アマちゃん、オフィスさん。おお、チャリー。雄大見たかな。多分出してたんだと思う。これ。あ、さっき。さっき出てたんだ。あ、軽っ。これ東京のサンライズサイクルっていうフレームビル。雄大これ見た？見たよ。軽っ。そして綺麗。これでも漆塗りって思わないですね。これ手でこうやって。磨くんですよ。手で。ドイロって言って手のここで油とスノコっていうクリーム。ブローチャーズが一役あれさ。いい。なんかみたい。なんか金属これ焼き付けてるんですけど、うん、焼き付けがめっちゃかっこいいなと思って今アウトドアメーカーのこの人ともちょっとポップに。で、焼いて、こうアルミとかですぐ冷めるのに、熱すぎても、ここに漆と金属と両方見せる電車が。あ、すいません。そうやって新しいことを、ね、また時代だよね。包丁とか。包丁。かっこいいっすね。包丁の絵とか結構みんなやってるから、刃物の方で漆も磨けるみたいな。そうすると刃物のとこだけ金属が出て、はあはあ、でこれもねダマスカス粉を入れたんですよ、でもあんま見えなかったけどこういうのを金属でやるとそれがムラムラって見えるとかっこいいから。かっこいい。あ、こうやって削ったらねそのところだけが すげえかっこいいと思う。すげえかっこいい。で鉄サビなんだって。はい、それを買いたいっすよ。じゃあ作る。なんかちょうど京都の刃物職人の前シャビーの、刃物のとこでいいっすね。その前に言ってたの何でしたっけ？包丁の前。包丁の前ね。あ、コップ。アルミのコップ。ああ、そういう感じですね。漆のものってなかなか持ってないから。なんか日常で持ってるものにいいっすよね。ジッポとか。いやーすごい、かっこいいわ。ちょっとじゃあ戻しますね。あ、またね。うわーすごい、かっこいい、かっこいい。なんか本当に伝統的な、半端ないですねこれ。超かっこいいです。超かっこいいじゃないですか。全部漆とかこう盛り上げして線打って金粉巻いて磨いて。マジ？これは絶意ですね。完全金ですね。ここら辺とかも全部金。これ乗れないよね。もう飾るのみっていうかね。でも今のアートのものをこういう立体にしてもかっこいいかな。これはオーダーだったんですか？いや、これ僕がなんとなく最初に本当はちょっと今のストリートアートみたいなのをこういう技術でって思ったんですけど、海外に持っていくときにやっぱ昔の日本の技術のもので見せたいなと思って、でこういうのって大体ガラスケースに入れて触れないみたいにしちゃうから、ここの子供たちにガンガン触ってもらって、はあ、こんなんできんだよっていうの。超絶ですね。こんなオーダーしたらどれぐらいで作ってくれるんですか？この面積、普通で言ったら150。150。多分この面積の金の。半端ない。
これももうなよくわかんないですね。これがすげえ。これあれなんですよ。どうなってんの？あ、立体感がよくわかんない。布と漆で作られている。乾漆って言って、昔のあの、阿修羅像とか、あれも麻布と漆だけでできてる。まあ、土もちょっと入ってるんですけど、最初粘土作って、うん、でその上に麻布の漆でこう貼っつけていって、うん、10枚ぐらい貼ったら、背中割って、中の粘土全部くり抜いて、また背中に付けていく。そこからいろいろどんどん切りました。で、大事な仏様をこう火事の時とか、とかわかんないですけど、軽いからちゃんと持ち出せるようにしてるっていうのと、まあすごい細かい作業ができるんで、それの技術の応用というか超絶ですね。そしてこれがトム・ウェグの海外の方が作った古代ハワイアのサッポ。こっちもサッポ、こっちがさっきのパイプの、あ、パイプのパイプ、はい。これは何ていう作業なの？これ一応螺鈿、貝殻を分かって入れて、波みたいにして。すごいっすね、この部屋のお宝度合い。もう鏡面状態ですもんね、鏡の。これもでも時間経ってちょっとこう、うん、木の感じが浮いてきたんですけど、仕上がった時は本当にもうツルンツルンに仕上がった。これでもそうなんですか？そうです、出てきてる。これは丸太から蹴り出して作ってたんですけど、こっちは合板なんですよ。合板。だから合板の目がここがこう、だんだん時間が経ったら痩せて出てくる。乗ってるから。ねえ、ちょっと実用してんのがやばいね。これもみんな乗ってますよ。これに乗ってんですよ、私皆さん。この写真が。わお、これこのいたす。わお、かっこいい。写真もかっこいいし、物もかっこいいし。どの辺で乗るんですか？さ、僕は冬は日本海で、うん、夏はもうそれこそ歴の冬徳島とか、イラコの方。でもそんなちょいちょい行けないですよ。週1ぐらいですよ。なるほど。あ、徳島に行っちゃうんですか？行っちゃうんですよ。から徳島くらい。へえ。サーフィン愛ですね。サーフィン横乗り愛。横乗り愛。ちょっと写真撮っていいですか？撮ってください。あれもスケートボード。うわー、